乳の天下の一大事。この番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役会長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤澄夫さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。伊藤澄夫の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りします。プレス機械や周辺装置、バネ成形機のアマダプレスシステムって？自動車や医療機器などの部品を作り出す機械の会社です。私たちの暮らしに欠かせないんですね。ぜひあなたも一緒に働きませんか？組成加工を科学するアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事。伊藤さん、今週もよろしくお願いします。先週、今年最初の放送は会社として、そして伊藤澄夫さんとしての今年の抱負を伺いました。はい、今週は、日本のものづくりにとって2024年はどんな1年になるかっていうのを、伊藤さんなりに占っていきたいなと。これは海外からももう日本の時代は終わったとかですね、いろいろ評価が下がっている部分もあるし、また日本のマスコミからもね、元気がなくなったような状況の、アナウンスが多いと思いますけど、海外から見た場合の日本は、そんなんじゃないよと、結構いい評価っていうのがたくさんありますけどね。例えばその国土が狭くて非常に人口が減っておりますとか、天然資源もありませんとか、外交力が弱いとか、軍事力も弱い、いい点はこの中でいい点はあまりないんですけど、その中でも非常に日本人の質をその評価する声が多いんですけどね。例えば列を作って救援物資をもらう風景、あれは我々日本人にとってはごく普通の行いだと思うんですけど、海外の人にはもう信じられんって言うんですね。もうそれのけと押し合いして、奪い合うというような形が普通であるのに、日本のルールを守る良さとかね、前も言いましたかな、小学生が信号を渡って運転手に頭を下げてお礼を言うとかですね、いろんなないい点を指摘されております。だからそういうことであればね、やはりものづくりについても、やはり日本人のその独特の気配りとかね、そういったものが未だに残っておりますから、僕はあまり悲観はしてないんですけどね。気配りもそうですし、丁寧な姿勢、丁寧なね、というものもそういった行動から感じられますけれども、丁寧というかね、使う人の立場になって作るっていう感覚はね、あまりやっぱり外国ではないみたいな感じですね。我々日本で暮らしていると、それが当たり前だなと思っている。そうです、当たり前と思ってますね。そうすると、ものづくりにもおのずと反映されますよね。そうです。例えば A という部品を作るのに工程が3つも4つもありますね、1の工程の作業をするものは2の工程でやる作業者のことも考えて作ると、2は3のことも考えて、あるいは最終繊維のことまで考えてね、やるとか、こういうやり方はやはり日本独特のもので、もっともっとものづくりが、元気になってもいいんですけど、結果的には一人当たりの GNP がそんなに悪いのかな。実際製造現場見ておりますとね、世界の10位以下ということは僕はないように思うんですけども、元気さんどう思われますか？謙虚な国民性っていうのがあると思うんですよ。だからなるべく自分だとか自分の暮らしている地域や国のことについてあえて悪く言うことによってというような美徳がどこかにあるからかなと。これ世界にないですね。大体ね、どこの国に行っても自分の国が一番なんだっていう国が多いですよ。
日本みたいに日本はまだまだとか隣のがいいとかっていう、まあ、マスコミさんも含めて言ってますけど、あのように言う国民は僕見たことがないんですね。逆にね、日本で自分ところが一番っていうと調子に乗って天狗になっちゃうんじゃないかなっていうのもあるんですよ。そういう社会、そうですね、ありますね。だからそこのバランスをもっとうまく取っていけば、うんうん、あまり悲観することなくないと思いますよ。希望を持ってやっていけるんじゃないかな、うん、はい、まさに経済政治の世界も含めて失われた10年が20年になり、うん、そうですね、30年になる、うん、僕その間ずっと社会人を続けてるんですけど、ね、いつまで失ったまんまでいるんだろう。でも僕も社会に何らかの貢献はしてるはずですけど、うん、自分も失う方に回ってるのかなっていうふうに考えると、どん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 思考としては良くない方向に行きますよ ね、 そうですね。だからまあそういうちょっとした発想の切り替え、うんうん、天狗にならない程度の発想の切り替えがあると、いやこれは日本人にはむしろみんなが天狗になってほしいなっていうのは言い方を僕はしたいですね、ええ、ちょっと控えめすぎるとか、うん、例えば隣の同じ社員がいろいろ成績上げて成長した時に手を叩いて友達が出世して喜ぶっていうのは形は、これは海外ではありえない、はあ、なんだ俺より上行ったか、じゃあ俺は負けずにもっとやるぞというようなことで、本当控えめというか謙虚というか、うん、やっぱり単一民族、海に囲まれた国の差がでしょうかね。これは伊藤文雄の天下の一大事。もう今日本にもね、いろんな国の人たちが入ってきてますし、うん、日本から外国に行っていろんなものを見てきて、うん、日本の良さにも気づいていくっていうことが増えてはきてます。外国に行くことによって分かります、うん、ただ若い世代になると、うん、コロナ禍もあって円安もあるので、うん、ちょっと外国に行く機会も減ってきてる。そうですね、っていうのがちょっと心配かな。今行くと円安で非常に高く、そうやりにくいと思いますよ今海外旅行はね、うん、ただ僕から見ている感じ、うん、若い世代の人たちは、うん、そういった日本が本当に良くない国だとか、うん、逆に日本はすごすぎる国だっていう両極端なものを持ってない、うん、フラットにちゃんと見てるんじゃないかなっていう気がするんですけど、伊藤さんどうですかね。若い社員もいろいろ見てらっしゃると思いますが、やっぱり日本はいいんだっていう部分は少ないですね、比率的にはね。ああそうですか、ね、やっぱもうちょっと自信持ってもらいたいんですけど、特にその今回若い人の話をしてた中でね、はい、今世界でどうしようもなく活躍してるあの有名な大谷翔平君が、はい、1000億円ですか10年で、10年間で ね、 ね、今世界中で大注目されておりますね、はい、それとあの皆さんあまりご存じないと思います、あの井上君ってあのボクシング、はい、これがまたすごくて世界チャンピオンレベル相手にして23連勝してますと、そのうち20回 KO してあのアメリカのその協会では彼が今ボクシングではナンバーワンの選手だというふうに言われておりますね。それともう一人、はい、これもあまり皆さん知らないかもしれませんが、吉村ひまりちゃんって今12歳の女の子がもうバイオリンのもう神様みたいにうまいんですね。6歳で、うん、交響楽団の中でソロを弾いたりね、すごい。僕はあのクラシックとかバイオリンあまり興味なかったんですけど、ひまりちゃんの YouTube で聴いてからハマってしまいましてね、はい、最近この半年間であのクラシック好きになってきました。そのぐらいうまいですね。一回芸人さん聞いてください。この吉村ひまりさんもそうですし、はい、野球の大谷選手もそうですけれども、うんうん、共通して言えるのは、うん、野球やクラシックに詳しくない人をも引き寄せる、そうですよ、魅力を持っている、 そ、 はい、それぐらい優れてるってことですよね、はい、日本人ってどうしてあれだけの能力があるんだ、すごいなという評価はこの3人がねもうダントツなんですね。こういう実態見てますとね、やっぱり当社にも若い社員が合流してということで、本当に今の若い人は我々には分からないような能力があるような気がしてならないんですけども。伊藤文雄の天下の一大事。
そして今日1月8日は成人の日でもありますから、はいはい、そうですね、この若い人たちに向けて、はい、伊藤澄夫さんからこう生きていくといいよみたいな提言をいただければ。先ほど議員さんもおっしゃったんですが、もうちょっとやっぱり自信を持ってもらいたいですね、うん、あの自信持ってもらいたいというのは、まあ、からいばりとかではなくて本当に海外からの評価が高い日本人の民度、今どうでしょうね、世界第3位の経済大国とは言われておりますけども、実際には日本はまだまだっていうふうに我々日本人は思う人が多いんですけど、海外から日本に対する評価が非常に高いというか、そういった民度も含めてね、だから若い人本当にもっと自信持って進んでもらいたいですね。我々大人のベテランの世代もそうなんですけれども、うん、自分の良さとか、うん、自分の国の良さって意外に知らないもんですね。そうですね、海外に行くとね、うん、日本の良さもよく分かるし悪さもよく分かります、はい、良さの方がはるかに多いですね、うん、はい、でも両方知らないと何にもならないですよね、うん、そうなんですよ、片方だけではダメですね、悪さだけでもダメし、うん、良さだけでも良くないですね、うん、という意味で最近なかなか外国を旅する機会が少なくなってるっていうのは、うん、ちょっと寂しいですね、ちょっと残念というか、もうちょっと本当に若い人ね、日本の旅行もいいんですけど海外にね伸ばしていろいろ海外の、うん、雰囲気を味わってもらってね、それを肥やしにして日本で頑張ってもらいたいなと思ってますけどね。伊藤製作所にはフィリピンおよびインドネシアに拠点を設けています、はいはい、だからそういった国から入ってくる情報、あるいはそういった国から人と人の交流が得られる、はい、これもこれね、そうです、去年の12月にクリスマスパーティーに参加した当社は若いの7人連れて行きましたけど、伊藤製作所の社員を、今までで一番英語力が高かったんですよ、その社員の皆さん、はい、むちゃくちゃ高いとは言えませんが、今まで一番高かったんですけど、でよく聞いてみたら、まあ、自分で勉強したということもありますけど、当社にいつも 5,6 人の海外の当社の社内間移動がありまして、彼らと結構仕事の上でコンタクトしているということはね、英語の語学力が上がったのかなということで、まあ、非常にいいことだなと思っておりますけど、そうなんですよ、うん、だから平成の頃みたいに平気で外国と行き来してても語学の壁みたいなもので、あるからね、行っても話できないとかね、悔しいなと思って帰ってくること多かったですけど、うん、だからね、当社の若い社員がその仕事をしながら英語を使って自分のものになっていくというのは、これ非常にいいことだと思いますね。なんと来週はそのフィリピンに昨年末出かけてきたというコミュニケーション力の高い、はい、その若いものをね、はい、連れてきますので、はい、一つよろしくお願いします。どうぞお楽しみに。金属加工機械メーカーのアマダグループ、アマダプレスシステムのプレス機械やその周辺装置バネ成形機は、自動車から医療器具まで暮らしに欠かせない部品を作り出します。世界は金属部品でできている。ビヨンドザソリューションアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りしました。